こんにちは、シュウです。今回はチャレンジダンジョン10にアイゼン使ってやっていこうかなと思います。じゃあやっていきましょう。これさっきやったんですよね。で、ボスまで行ったんだけど、負けちゃったんですよ。まあなんで今回は一応対策してきた。なんで勝てると思う。継承が海洋に、インドラですね。他は何もつけてない。これどうやったら火組めんだろう。まあ。多分いけんじゃないかな、十字一個でも。オッケー。いやでもアイゼンってマジで強いよね。よしよしよし。こういうコラボガチャでさ、おってなれるモンスターが欲しいんですけど、サンデーどうなんだろうね。もうそろサンデーコラボ来るじゃないですか。なんかそんな大当たりキャラいんのかな。オッケーだね。ちょ、だいぶパズル迷ったけど、まあ、結果オーライ。基本ね、重心2個入れちゃうと、どんな相手でも倒せるレベルで強いからな。で、ここは、耐久ですね。いや、海王ね、マジで、HP がめちゃめちゃ上がってくれるからいい。で、覚醒バッジは HP アップですね。よいしょ。OK。いや、これさ、初見負けちゃったんですよね。さっき言ったんだけど。なに、初見とかさ、動画にした方がいいのかなって最近思ってきた。基本私さ、クリアしたとこしかあげないじゃないですか。負けてるとこカットしてるんだけど、カットっていうか取り直してるんですけど、どういう風にやるのが一番いいんだろうな。よいしょ、よいしょ。はい、はい、はい。いいね。悪くない。でもさ、最近めちゃめちゃこいつ出るよね。チャレンジダンジョン。10に。結構な頻度で出てる気がする。いや、いいね。回復力も倍率かかってるから、マジでアイゼン強い。18000か。18000ならもう一回受け切れるね。これやばかったら多くに使います。確かさ、この子回復消してくる攻撃もあるよね。あー、これ光落としたいけど、ちょっと諦めよう。オッケーオッケー。で、回復消してこない攻撃来てくれるのが理想なんですけど。まあ、しょうがない。ウォークに打ちましょう。で、次ね、ちょっとだけ先生あるんだよね。なんで、若干回復していかないとやられちゃう。ほんとにちょっとだけなんで、まあ、そんな大回復まではしなくて大丈夫。あ、肩いけ。いいね。多分、重心1個あればいけんじゃないかな。ただ、海洋のこのインドラを貯めたいから、一旦だけやっぱ消費してからいこう。よし。どうかな、これで。コンボ数がしょぼいけど。HP そんな多くないみたいですね。そう、こいつだよ。あんま出ないよ。な、信長だっけ？ハクかな？ハクだね。ハク使おう。うちに、わかんねえ。これでいけるのでしょうか。あー、これ、あー、どうしよう。あー、減った。これ今水、あー、ダメだ。いや、でもいけるな。いけ、いけ。あー、全然余裕だ。きっと。で、次、スタビライザーってんだよね。この子、そんなダメージでかくなかった。なんかさ、こいつあれじゃないですか。マシンヘラに出て、マシンヘラの時めちゃめちゃダメージでかいんだよね。なんで、ダメージでかく思いがちなんだけど、いや、これ闇、これ入れていいかな？ 2 コンボ。ちょっと闇2コンボ入れます。うわ、すげえ。光の十字。やりすぎかな？いや、めちゃ、いや、ワンパン。やばいな、海洋が溜まってない。これ一回回復します。まあ、回復力はね、水属性確か2倍
かかってるんで、まあ水属性アイセンと吐くしかいないんだけど、うわダメージでかっ、結構いい感じに回復はしてくれるはずなんですよね。オッケーオッケー、ここ一体耐久だ。やばいな、闇にセット消えた。大丈夫かな。やばい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 、ちょっと待ってください。オッケー待つよ。やばいな、これやられるかな、ちょっと様子見で。オッケー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 、いいね、意外とターンに余裕があるね、余裕があるね。これ多分普通のパーティーなら今のでやられてたな。回復力厳しくて、回復力じゃん、 HP 低くて。やばいな、闇落ち込んか。耐えて耐えて、オッケー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 、いいねいいねいいね。で次インドラ溜まる、ここで行こう。これ海洋にインドラじゃない方良かったね。なんかいやでもさ、この HP が魅力的なところあるから難しいね、一概になんとも言えない。んーで指減らされてるんですもんね。どこで十字作ろう。あーやべ始まっちゃった。うんいいと思う。初見でやったときここまでは来れたんですよ。でこの次で負けたんだよね。そうこいつだよ、もうわけわかんねえよこいつは。なんでインドラ継承してきました。これ最初のダメージがでかすぎんだよな。でギミックどんなんだっけな。これ実装されてからやってからまだ一回もこの子と戦ってない気がする。で前の一度切りチャレンジで出たみたいだね。私とね、いやーゲップですよね、やんなかったんだよ一度切りチャレンジ。なんであんまギミックがわかんない。どこだっけ、なんか半分切ったらさ急コンボ吸収みたいにやってきたと思うんだけど、急コンボだっけな。なんかさっきから指短いなと思ったら奪われてんのか。あ、いいね。アイセンいい感じに火力調整できるな、十字入れないと。ただ、ロックがめちゃめちゃあんのか。でも、2ウェイ組めるんで、これで。はい。いいんじゃないかな、これで。これ、インドラ使ってるんだけど、切れたらどんなぐらいダメージくんだろう。いや惜しいな、てか1なんだ、意外と硬い系なのか。どうすっかな。パック使って闇少なめ、まあ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 大量に消すか。これこんな感じでどうかな。これでいい感じだと思う。いいねいいね、これで何かして半分は切ると思う。いや切んねえのか、切んないけど次でいけるね。うわ指外れそう。あーこれあれなんじゃないかな、なんだっけさっきのやつ出た、8コンボ吸収か。8コンボを決める自信ないから耐久しようかな。耐久します。耐久すればねいいもんね。いやーでも耐久も厳しいのか。一回決めに行ってみようか、ここ。これスカーレットからのコンボになってんだろうね。きっと指奪って、このコンボ吸収っていう。いきます。アイゼン使っ、いや、エスカマリ使って、いやーでもエスカマリ使うと、
まだだな、まだ行くべきではない。これってみんなどうやってクリアするのが一番いいんだろう。行っちゃうのかな、普通の人だとこの白コンボ吸収来ても。あんま耐久する人はいないのかな。ちょっといまいちわかんないけど、耐久しようか、早送りしようかな、もう。はい、ようやく、白コンボ吸収終わったんで、こっからは調整していこう。調整は割と簡単だと思う。とりあえずアイゼン使って、このアイゼンの回復ね、作ってくれるスキルなかったら、多分やられてたな。やべ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 。何やってんだ何やってんだ。オッケーオッケー。多分従事しなければ、こんだけ適当に消しても全然、削りすぎってことはないと思う。これ削りすぎるとどうにかなんのかな、全然わかんないですよね。よし、ここまで来たら多分勝ったな。いや、これどうやって倒すのが一番理想的なんだ。ちょっともう一回後でやろうかな。やっぱ、アヌビスとかでコンボパで、いやでもアヌビスだとコンボ吸収じゃなくて、火力調整難しいもんね。あ、いいね。あと一回ぐらいでいけそう。一回回復しましょうか。オッケーですね。これで闇の落ち込んとか来ればいいな。まあ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 。なんかさ、チャリ級が難しいっていうより、このナインガルダ単体で出てもそれだけで難しい気がするんだけど。こいつやべえな、マジで頭おかしいな。オッケー、よし、これで多分半分切ったんじゃないでしょうか。これワンパンしてガネーシャとかあったらどうなんだろう。回復されちゃうのかな、ワンパンガネーシャで。あ、これさ、ラオじゃね、海王か。ラオ、海王使えば爆弾消せる？おー、すげえ、優秀だ。倒しましょう。オッケー。ちょっとコンボ数しょぼいんですけど、あ、回復落としにできるな。うん、いったでしょう。いや、ほんと、チャレ10が難しいっていうより、このナインガルダだけが難しい気がする。オッケー。なんかね、もうちょいいいパーティーあれば、あ、サンデーコラボね、明日来るんで、まあ、それでもやりたいなと思います。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバーイ。